これものすごく効くから、あのスナップで中間接でやって、それを6個やって、ここは液化トンシルでこうつで、手はこの方に、ここに当たるんです。こういうこれは6個ついて、ここは液化トンシル6個とこういうところ6個あとで、急所の間、独立のときにね、そういうふうな、急所の名前が書いてある、どこついて、ガーってついたら、このまま今度、手がね、これは今度、こっちにこうついた、ついたら、これは今度、こういうふうにこう、それこっちに下だろ、こういうふうに、さっきはこっちだったろ、こういうふうにコントロールして、今度、こっちからこうコントロールするんです。OK。そしてこれで今度はうわーっとくる今度これ肩甲骨にここをかけるってよこうかこれここをかけてくるきっとですそして今度はね今度あの右足をちょっと引いて前後に引いてどこっちをし今度は左のどっこを蹴って座骨神経ってのがこう出てるのさあのどっこじゃなくて座骨神経の稲妻電光右電光左電光電光をバッと蹴りながらこの足をこっちにしてこれは回してるんですはね、相手を向けて構えます、ね、その時にお腹をつくようにしてくる時にこの胸で胸をこうきますから胸をきますからね体さばきが必要なんですけども外受けになりますね起きたらこれねすごく痛いのさ青の効くんだからこれでやったらこれもまあ出た手で打った手でどっここのどっこっていうところですね。この急所ですから、どっこ当てながら、これが合わすように縦剣でこう打つ、ね。で、さっきはあのここでこう打てたから倒しましたけど、これは今度こういうふうに持ち上げる。こういう感じ。ね、これ使えないようにこう来た時にですね、どっこ打った時にこう来て立った時にこう来たら、でここでコントロールする。な、使えない。これ大切だからね、外すと曲げて手をグッと円盤でも当たっちゃうし、はい、来るからこれ全て小さなところでねあ紫色になるあの視点が大切なんですよ その視点をなおかつここでかかってて次は今までは右足で蹴ってましたけども今度は左足に蹴るね左のどっこを蹴りますでこれも近くてここをしっかり蹴れないからこれをここに真後ろにこう足を持ってきながらそれと蹴りながら引き落としましたりさっきと似てますけど